バガケラトプス・バガセラタップスは、カナダ王国、アルバータ州の白亜紀後期カンパニアンのものとされる、地層上部から発見されたケラトプス類に属する恐竜。名前は古代ギリシャ語で、放浪する角の顔という意味である。もともとは、カスモサウルス族の新種とされていたが、2010年に親族として独立した。アメリカ合衆国、ユタ州で見つかっている。 コスモケラトプスに似た内側に湾曲した援護頭骨によって特徴を付けられる。そのため、コスモケラトプスと類縁関係にあったとされる。本属はバガケラトプスと表されることもあるが、ツノウ類でもバガケラトプス科に属する別の恐竜、バガケラトプスと区別するため積極的にバガケラトプスと表記される。生態復元バガケラトプスは、 主に三つの頭骨化石から知られている。一般的な構造は、ケラトプス類の典型的なものであるが、いくつかの独自性がある。頭骨は上眼価格が縮小され、低いコブ状に進化しており、近縁の動物と比較して、美角が大きい。バガケラトプスは、他のケラトプス類に比べて、頭頂骨が小さく、円頭頂骨が奇妙な形をしていた。 10個の円頭頂骨を持ち、そのうち8個は中央で平らになり、前方上方に湾曲し、融合してフリルの後端に沿ってギザギザの円を形成していた。フリルは他のカスモサウルス赤に比べて短く四角い形をしており、長さよりも幅がある。修復された骨格模型、カナダ自然博物館バガケラトプスは極めて短い上、眼価格と比較的、 短い美角によって特徴づけられる。フリルは四角形で円に前方に向かってカーブした10個の鳳音レッドが並んでおり独特である。模式種は V イルビネンシスである。本種はもともと2001年にカスモサウルスイルビネンシスとして記載されていたが、2010年にサンプソンらによって分類が見直され、独立した属として再記載された。 バガケラトプスの系統関係は、現在も議論され続けており、研究者によっては、コスモケラトプスに近縁であるともカスモサウルスに近縁であるとも、またはやはり、バガケラトプスに和族を分けるほどの独自性はなくし、イルビネンスが有効であるとも言われる。以下のクラドグラムは2015年のブラウンらによる、カスモサウルス赤の系統解析に基づく。ありがとうございます。